キラキラを作っちゃおう。今日はこのビヨーンって伸びるスライムにラメを混ぜ混ぜしてキラキラスライムを作っちゃうよ。どんなスライムが出来上がるのかな、楽しみ。まずは赤色から。赤色のスライムを足して ここにキラキラのラメを入れていくよ。蓋を開けてラメを入れていきます。金色のラメも入れちゃおう。赤色のラメも入れます。このスライムを混ぜ混ぜするとキラッキラスライムができるかな。よし、混ぜ混ぜしてみるよ。スライムとラメを混ぜ混ぜ。混ぜ混ぜすると、うわー、キラッキラ。ラメがスライムの中に入ってキラキラスライムの出来上がり。とっても綺麗なスライムができたね。キラキラで綺麗。次は黄色のスライムにラメを入れていくよ。黄色のスライムを足してここに青色のラメを入れていこう。きれい。シルバーのラメも入れて、赤色のラメも入れちゃおう。今度はどのスライムになるのかな。キラキラスライム作りスタート。ラメをスライムで包んだよ。スライムの中にはラメがいっぱい。これを伸ばしてみるよ。わー、きれい。スライムの中にいろんな色のラメがたくさん。わー、とってもカラフル。キラキラしてて綺麗だな。さっきの赤色のスライムはこんな感じだったけど、黄色だとラメの色がはっきりして見えるね。面白い。今度は緑色スライムにラメを入れていくよ。緑色スライムにはこのピンク色のラメを入れて、パール色のラメも入れてみよう。金色ラメも入れて、レッツラー混ぜ混ぜ。スライムとラメを混ぜていくよ。それ。わあ、きれい。緑色のスライムの中でラメがキラキラしてる。思いっきり引っ張ると、わあ、スライムが切れた。でも
ラメは落ちてこないでスライムにくっついてるよ。すっごく綺麗だね。緑色と赤色、それから黄色のスライム、3色全部混ぜてもキラキラでとっても綺麗だよ。どの色もキラキラですっごく綺麗だね。みんなもスライムとラメを混ぜてキラキラスライム作ってみてね。じゃあね、バイバーイ。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意しているので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人はこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をしてアソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。